毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあね、動画久しぶりかな、生配信は結構やってるんですけどね、久しぶりに動画、撮ってます。で今回ですけど、アップデート情報がねもうすでに来てるんで、昨日ねなんか発表されてました。昨日月曜日なんですけど、アップデートの日数は変わらないね、日数というか曜日ねは今週の、木曜日に来るんですけど、なんかもう今週のね頭にいきなりこうアップデート内容を発表してくるっていうね、まあ周年やからだと思うんですけどね、なかなかねこう盛り上げようとしてくれてるんかな、まあそんな感じなんですけど、まあメンテナンス内容をね今回見ていこうと思います。これがねアップデート内容です。今回のメンテナンス内容は以下になります。1番、新格闘家の実装。2番、格闘家8問の解禁。3番、VIP 特化セット購入回数のリセットがあります。で4番が、VIP 特化セット内容の調整。5番、初回購入キャンペーンのリセット。6番、宿命プロフィールの更新。7番、9月バトルパスの更新。8番、ネスト探索格闘家バフの更新。9番、その他不具合の修正及び改善になります。周年ということもあってね、なかなか濃い内容になってますね。でまずね、8番、熱出探索、格闘家バフの更新。熱出探索の格闘家のバフが、変わるっていうことですね。更新されるっていうことなんで、キャラによってね、バフがつくんですけど、その内容が変わるっていうことね。で7番ね、バトルパスの更新。まあ、これはいつものやつかな。9月の、バトルパスが更新されます。ちなみに今月はね、8月ですけど、何やったかな、キャラ。大したキャラじゃなかった気しますけどね。で9月はどういうキャラが来るのかね。まあいい加減僕はね、ここに眉を入れてほしいなとか思ってるんですけどね。あ、クーラーか。クーラー。あ、クーラー結構ありやな。クーラーね、破片欲しいんですよね、今。スキル継承用の破片が欲しいんで、結構これありか。ね、クーラー。うん、破片選べますからね。これは買っとくのもありかな。まあ僕にとっては結構ね、クーラー欲しいんでね、買おうかなと思います。で、6番ね、宿命プロフィールの更新。ありますね、そういうやつ。コレクションのやつか。これの宿命プロフィール。あ、これね、これが更新されるっていうこと。あー、そういうことか。これが更新されるっていうことは、キャラも、変わりますから、変わるというか、能力がね、能力、ステータスが上げれると思いますので、この新しいキャラが追加されるっていうね、ことやと思います。で、5番、初回購入キャンペーンのリセット。VIP 特典に関してですけど、いろいろ変わりますね。で初回購入キャンペーンがリセットされるっていうことなんで、なんか120円のやつかな、初回購入キャンペーンって。多分一番安いやつやと思うんですけど、それもまたリセットされるっていうことなんで、ちなみに今、一番安いやつはね、クーラーやと思うんですけど、このクーラーが結構、代表的な、なんていうかな、破片になってると思うんですけど、そういうのも変わっていくっていうことね。で VIP 特典内容が全部変わるんで、それ3番とかね、4番にも書いてますけど、特化セット購入回数のリセットね。これですけど、この辺の内容が一新されるっていうことになりますよね。これだから、まあ、買えるやつは買った方がいいかもしれないね。この特なやつは。木曜日にこれリセットされるんで、アップデート終わってからですけど、リセットされるんで、そうやな、まあ、破片あたりはね、まあ、この辺とか、どうかな。僕は一応買ったんですけどね、これ、昨日。昨日買いました、これ武器と、クーラー14のこの破片ね、一応買ったんですけど、まあどうかな、まあ無理して買う必要もないとは思うんですけど、なんかね、あとあとこの武器が必要ってなった時に、取られへんってなるとしんどいんで、まあ880台ぐらいやったらね、なんとかいけるかなと思って買いましたけど、こういうのが多分一新されるっていうことなんで、まあ VIP この内容をね気にしてる方は、まあ、買っとくのもありかなっていうふうにも思います。で内容何になるかわからないんですけど、まあ、得な内容になってほしいですよね。現状でこれ、どうなんですかね。まあ、買ってる人いるとは思うんですが、やっぱ1万ダイヤとかって結構手が届きにくいんで、この辺のやつとか。得やとは思うんですけどね、さすがにでも1万ダイヤ、まあ、あんまりね、出したくないなって思いますから、どうなんかな。まあ、ダイヤが有り余ってたらいいんですけど、有り余ってる状況とかめったにないしね。なので、まあ、僕はほとんど買ってないんですけどね、この内容がでも、かなりお得なものになるんやったら考えようと思います。そしてついに今月のキャラが発表されましたね。今月8月25日のアップデート内容なので、周年キャラクター確定ですね。
6周年のキャラクターになります。でその内容がですね、1番、新格闘家の実装、今日ヒフティンバージョン、やっぱり今日か言うてねなんか伝説で、これ格闘家伝説で、新しい伝説のね、このシルエットのキャラがカイザーウェーブとか言うから、ルガールとかね、オメガルガールの可能性が出てきたなと思ってたんですけど、まあその話どこ行ったまあやっぱりかいって言ってね、今日、15ね、15バージョン来ますね。まあこの今日に関しては中華ではもう実装されてますからね、まあ大体日本も今日が来るやろうっていうふうに言われてたんですけどね、まあそんな中伝説のその件があったんで、もしかしたら違うキャラになるかもってね、いう可能性もあったんですけど、まあ8月25日の実装なんで、間違いなくこのキャラクターが、周年キャラクターになります。今月末のオークションのキャラクターですね。ついに来ましたよ、ついに。もうほんまにこれついにじゃないかな。主人公ですからね。KOF の主人公ですから、元々の KOF の主人公キャラですから、実にこの UMOL にとっても4年ぶりにやります。火炎今日から4年経ちますから、その今日がやっとほんまに満を持してですね、やってきますね。15バージョンとしてやってきます。まあ周年キャラクターとしてはね、主人公なんで、まあ、今までラスボスがね続いてたんですけどね、今日の後は、水地で、次サイキで、最近の周年、まあ、最近というか去年ですけどね、はイグニスなんですけど、まあ、4年ぶりに主人公キャラが来るということなんでね、ラスボスじゃない主人公を期待している方にとっては、まあ、大歓喜じゃないですかね。ただこの今日ですけどね、なんか中華でそんな話題になってないような、まあ、気もしてるんで、そんなに強くないのかな、中華では。あんまりね、ツイッターとか見ててもなんか話題にはなってないんで、まあどうなのっていうところあるんですけど、まあ日本版は日本版でね、能力も違うと思うし、まあ確実に強いでしょうね。100% 強いでしょう。周年キャラクターが弱かったことってないんで、まあ弱くする意味もないしね、そもそも。なので、まあ確実に強いキャラでやってきます。そして陣形持ちでしょうね。もうイグニスは最近厳しい感じもしてるんで、まあ大体の人はイグニスと、チェンジ、もしくはもうチェンジしてる方はね、イグニスもう使ってない方は、そのまま今日入れるっていう形になると思うんですけど、まあ、僕なんかもね、もうイグニスはいないから、まあ、もちろん今日は取ります。このユリと、変える予定ですね。攻撃型やと思いますから、ユリと変えてね、まあ、どうなるかっていうとこなんですけど、まあ、もちろん取得します。まあ一体能力がね、どんな風になるのか楽しみですよね。もちろん、やけどは持ってるやろうし、まあ、陣形も持ってて、攻守ともに、めちゃめちゃ強くて、まあ、あと復活とか踏ん張りとかね、その辺の耐久性が、まあ、どれぐらい硬いのかっていうのも気になるんですけど、まあでも周年キャラクターですから、イグニス出た当初ね、めちゃめちゃ硬かったんで、まあ、今でこそね、人力を増やせずにやられたりするんですけど、まあ今日もそういった能力が何かしらあるでしょうね。まあ硬さもあって、攻撃力もあって、味方に与えるバフもあって、まあほぼ最強、まあ、ほぼというか最強かな。もう最強キャラになる可能性が高いですね。深海よりとかを、こう抑え込める力があるかもしれないし、はたまたはこの戦乱神楽のね、回避無視とかもつくかもしれない、もしくはこの山崎の溶血とか、オロチちゃんは水地ね、水地の溶血とか山崎の溶血も何かしらこう対策してくるかもしれない。ほんまにいろんな可能性を秘めてますから、まあ必須中の必須と言ってもね、いいんじゃないですかね。まあ女子パーの方はでも、まあどうかなっていうねところもあるんですけど、たまにはこうね、女性キャラで周年来てもいいかなとか思うんですけどね、まあその辺はどうなのっていうところもあるんですけど、まあ、今回はこの草薙今日ね15バージョンがやってきますね。お、はい、でアップデート情報はこの辺にして、ね、僕のダイヤ数で見たら、分かる通りやりました。というかもうダイヤ数見なくてもここに出てますね。水地、進化さん、やりましたよ。これはね、まあ、生配信では 50% とは言ってたんですけど、やっぱりね、進化はもうしとこうと思って。やっぱり、スキルも強いですし、やっぱ耐久性が上がるからね、そこに対してやっぱ強化があるのは強いかなと感じて、進化しました。で、ちょうど2万ダイヤぐらいかな。なんかお札は結構割と早めに出たんで、天井行くことなく、ちょうど2万ダイヤぐらいで、40個で集めましたソウルストーンですけどね、まあ2万ダイヤやったらまだいいかなと思ってね、武器よりは安いし、進化3にねしましたね。まあこの戦いについては明日生配信するので、そちらでちょっとね見ていこうと思います。まあ、進化をね入れて、
見るうちね、見ていこうと思います。でそして、現在来てますね、これ ST キャッチャーの中にゲーニッツ ST 入ってますよ。これはね僕はもちろん撮ります。でこれもね明日生配信するつもりなんで、それまで待ってようかなと思って、明日の生配信で取得して、戦いっていうのを行こうと思ってるんで、まあ、今はちょっと我慢してる段階ですけど、確実に撮ります。撮るというかもう買います。ここで買えるんでね。今来てるこのダイヤ購入ボーナスですけど、まあ、いつもと同じですね。これ ST キャッチャーの時に同時に来るんですけど、このダイヤ買えば、この ST がもらえます。でさらに今イベントでなんか6周年のね、アイテムね、どれやったかな、これが来てますから、これは確か2925ダイヤですよね。そうそう、それを購入するとこれもらえるんですけど、ST の魂ももらえますので、まあ、どっちがおまけ、僕にとってはこっちがこのビーチボールがおまけなんですけど、 ST のねこの課金の ST 魂取ったおまけにこのビーチボールもついてくると考えれば、まあ、めちゃめちゃいいかなと思って、もうこの ST は課金して取ります。で2925ダイヤ購入したらここの3000のとこまでいけるんで、まあ、そうなるとこれ35の95枚か、95枚取れますんで、もうそうなるとね ST キャッチャー数回回すだけでいけますから、ゲニは、赤までねできますね。 LRST は300枚持ってますからね、まあ、ちょうど赤までいけるっていうことなんで、まあ、ゲニッツは明日取ろうと思ってます。ということで、今回の動画はねこの辺りで終わりましょうか。ガラガラポンの結果ですけど、最終日ね一発目に、これマジな話なんですけど、一発目に赤が出ました。一発目、その日の一発目に赤が出ましたが、その後は何も出ず、60回まで一応回したんですけどね、トータルでだから赤が、1個っすね。なんで、まあ、引きは弱かったかな。まあ、でも金がね、結構出たんでね、黄色ね、2等賞ですけど、1等賞か。1等賞の金、黄色が結構出たので、まあ、その引きはあったんですけどね、まあ、でも赤が1個なんでね、これか。これ別にいらんしね黄色のやつ60個もあるけど、これ全然いらんしな。なんでまあ赤欲しかったんですけどね、これが60個と赤が1個なんで、そんなにまあ悪くはないんですけど、まあ結局はでも、使う意味じゃないかな、これに関しては。まあ売らせてあげるぐらいしかできないんでね。まあラインナップがね結構今回残念やったんでね、あれですけど、まあ次回のガラポンにね期待したいとこっすね。で明日生配信しますんで、水曜日夜9時からやりますんで、ゲーニッツ ST を、買います。そしてミズチの進化もバトルまだ行ってないんでね、これこちらの方もやっていこうと思います。であとはアップデートの内容についてもおさらいということでね、明日生配信しますので、よかったらねそちらも遊びに来てください。もう周年のね、ほんまに、周年前ですけどね、盛り上がっていきたいですね。でアップデートも結構濃いんでね、木曜日に向けて明日生配信しますんで、ね、よかったらそちらも来てください。では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。